皆さん、マイロニューヨークでビール飲むりやってるよしです。Hello, everyone. I'm アノム h i I'm b i ー n n e w York. 本日もやっていきましょう。2 minutes.Bia t a 今日のお題はですね、ビールの最適な温度です。アメリカのですね一般的なラガーが、まあ、最もえ冷たくてですねえ、38度から40度フランハイとえ約3から4度 C です。 えー、ピルスナーや、えー、ペールラガーもですね38度から45度 F 約3度から7度です、えー、小麦ビールはですねまあウィートビールですねは40度から50度フランハイト約4度から10度 C です、えー、スタウトやポーターはですね、えー、45度から50度フランハイト約7度から13度 C ですでベルギーのですねダブル はですね50度から55度フランハイト約10度から13度 C が、まあ、飲むのに最適な温度だと言われています。まあ基,本まあ、基本的にラガーでアルコール度数の低いものは、まあ、冷たく冷やして飲んだ方がよくて、まあ、エールで少しアルコール度数の高いものは、えー、そこまでキンキンに冷やして飲まない方が美味しいとされています。それではまた。